どうも、ねずっちです。一番好きな妻の手料理というランキングがあったんですけどね、3位が唐揚げ、2位がハンバーグ、そして1位がカレーライスというね、結構まあ定番といえば定番って感じですかね。3位の唐揚げ、まあみんな好きでしょうけどね、特に好きなのはね、世代で言うと育ち盛りの子供たちらしいですね。特に中学2年生あたりが一番唐揚げ好きだっつってました。言ってましたよ。ジューシーだってね。そして2位のハンバーグですけどね、これは周りに内緒でね、こっそり付き合ってるカップル、よくハンバーグ食べるらしいですね。そこに合いびきがあるっつってね。そして1位のカレーライスですけどね、これは賃貸マンションに住んでる人がよく好んで食べるらしいですよ。そこに香辛料が必要だっつってね。ここまでの話全部忘れてもらって結構ですけどね。ちなみにうちのね、奥さんが作ってくれるのでね、まあ好きなのいろいろありますけどね、油揚げに納豆とチーズ乗っけて焼いたやつをたまに出してくれるんですけどね、これが抜群にうまいんですね。これなんていう名前の料理って言ったらね、油揚げ納豆チーズ焼きってそのままのこと言ってましたけどね。まあとにかくうちはまあお酒2人とも飲むんでね、夜は何品か作ってくれてね、それをつまみにしてね、こうお酒を飲んでこうワイワイ喋るっていうのが、毎晩の楽しみになってますね。お酒を飲みながら喋る、そう、2つの意味でつまみますってね。ねずっちです。ではまた。